れなくて。圧倒されました。新旧の両方の曲が、演奏できた、ワイルドアームズ記念になりました。歴史の積み重ねでここまでやってこれたという感じがありますので、昔の作品も、ぜひまた気が向いたらやっていただければと思います。よろしくお願いします。チーム総出で今日見に来てるんですけどね、作曲家坂本さんの、はい、ここが際立ったコンサートだったんじゃないかと。あ、もう感無量です、はい、10年経ってですよ、こんな素晴らしい演奏とコーラスと指揮とその演奏の前でピアニカを持って立つっていう多分これを許されるのは数多い作曲家の中でも僕だけではないかっていう、ね、15周年20周年続いていくように応援よろしくお願いします。オーケストラコンサートをやってほしいということで今回開催されたんですけども、客席で聞かせてもらったんですけど、すごく良くて久しぶりにちょっと鳥肌立ちました。なんか感動しました。やっぱりこうやって多くの方にこのゲームをですね愛してもらってるっていうのが、頑張って作ってよかったなっていうふうな気持ちでいっぱいですね。好きだって言ってもらえるとすごい幸せだなと思います。まだファンの方の心の中に残ってるようで、心の底から作ってよかったなと思えるゲームになりました。今日はね、すごい楽しかったです。すごく、なんて言うんだろう、感動的でした。音源でしか聴いてなかったので、やっぱりそれを生の演奏で聴けるというのがすごい素晴らしい。生まれ変わったような自分の曲を聴けて、すごく嬉しかったです。改めて今日、家帰ってブラッドボーンやろうかなと思いました。
いやーこれ見てください、これこの数を10作品、とても素晴らしい作品に今回演奏していただいて感無量でございます。ジャパンスタジオの音楽素晴らしいので皆さんぜひまた聴いてください。本日はありがとうございました。